イエスガン。サンスターのオーラルケアブランドガムのウェブムービーが完成しました。主演は CM にも出演している佐々木蔵之介さん、元木克秀さんが監督を務めた作品ということで、これからプレミアム試写会が行われます。私どものガムブランドですけれども、1989年、産声を上げました。来年30年目に突入します。お口の問題を解決するブランドから人生を支えるライフブランドへと進化していきます。その大きな一歩としまして、今回我々の CM キャラクターであります佐々木蔵之介さん、ご協力いただきまして、また、高速参勤交代、タッグを組まれました元木克秀監督、最近では空飛ぶタイヤでも話題になっております。お二人にご協力いただきまして、ソーシャル時代にぴったりのウェブムービーを作らせていただきました。本当に行くの？私も一緒に。私が嫌になったの？まさか。ほら、カッ。このシーンで歯ブラシ必要ですか？イエース。シンジ、このまま何も見つからなかったどうする？ん？何これ？お前だろ。今すぐ帰りたいよ。俺は諦めないぞ。ここからさ。カッ。それいる？本当にいる？イエース。カットカットカット、ふざけんなよ。それ歯磨きだろ？イエース。いい作品になりそうですね。長く続く人生、老化はお口から始まるとも言われています。幸せな一生は健康なお口から。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。佐々木さん、今それ必要ですか？イエスガン。サンスター。お二方、ようこそお越しくださいました。普段演じることのない役柄をさせていただきまして、楽しみました。特に最後のね、あれはバックトゥーザフューチャーのあれですかね、曲ですかねっぽいんですけど、あれはもうかつら合わせまでしてね、楽しみました。ありがとうございます。博士がとってもお似合いでしたね。久しぶりに楽しい撮影をできたかなというふうに思っております、芝居はかなり迷いました。本当にこれでいいんですかって迷ったんですけど、まあ実際やりきった。緊張感はゼロでやりました。迷ったけど。蔵之介さんと4回目ぐらいになるんですけど、まあほとんどが予測を超えて、面白いお芝居をしてくださるので、それを見るのが僕は楽しみだったんですよ、今まさにランニングマシンで必死な形相で走られてますけれども、この走るシーン、撮影は大変だったんですか？大変でした。まあこれでは1回だけですけど、何回も走りましたしね、これね、ランニング、あの舞台裏も見せるという設定なんですけども、このランニングマシーンからどのタイミングで落ちるのが面白いかっていうことが多少議論になって、それでまあ何回もモニター見て、結局蔵之介さんがおっしゃったあのタイミングが一番面白いんだなということで、本当にあのコメディのセンスが抜群にある方だなと改めて感心しました。まあ僕は本当に面白がっていただけです。サンスターでは長い人生を健康に過ごしていただくために、オーラルケアに取り組む会社として着目している点があるんです。健康寿命を伸ばすための3つの柱とありますが、健康的に長生きするための秘訣という意味なんです。栄養、運動、社会参加とありますが、しっかり食べて栄養をとって、しっかり運動をして、人と関わって生活するということです。実は今回のウェブムービーは、この健康寿命を伸ばす3つのポイントに気づいていただきながら、歯や口の働きがとっても大切なんですよということをお伝えしたかった映像なんです。ですので、栄養をしっかりとるために、ジャングルの中でお肉にかぶりついていただいたり、
栄養運動をしっかりしましょうということで恐竜に追いかけられたり、社会生活が重要ということで綺麗な女性とご一緒してもらったわけなんですね。監督そうだったんですねまあ僕は面白がって撮ってただけなんですけど、それぞれ意味があったということを今初めて知りました。初めて知りましたか。いや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 監督分かってやってやると思う。無理クリアなこれ違いますそんなことはない。オーラルフレイルという言葉は聞いたことありますか。いやちょっとわからないですけどね。はい、これはですね、はい、簡単に言いますと、はい、オーラルフレイルとは歯や口の働きの虚弱化という意味なんですね。でこのスライドにありますように歯や口の働きが弱くなるとこういった症状が出てくるんですね。食べるための機能が正常かどうかをチェックさせていただきたいと思います。でその調べる方法としましてパタカウンターというものがあります。パタカウンタースタート。パパ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 パ。お口の働きが健康寿命につながるという今日のお話を受けまして感想を伺いたいと思います。そうですね、生きるということは食べるということで、やっぱり口の健康が良くないとちゃんと、ね、運動も仕事も滑舌まで大変だっていうので、いやこれからはあの口のケアに気をつけていきたいなと改めて思いました。一つの作品の中でさまざまな佐々木さんを見ることができ、またユーモアを交えながらお口の健康の大切さを伝えていて、とても見応えがありました。佐々木さんもお口のケアに気をつけたいとおっしゃっていましたが、私もオーラルフレイルを防ぐためにしっかりとケアをしなければいけないと感じました。ウェブムービーは6月29日公開となります。